38年余り続いた東京の伊勢丹吉祥寺店が閉店しました。最終日の14日は閉店を惜しむ多くの客が詰めかけました。シンボル的な存在ですか？待ち合わせといえば伊勢丹というのは。年中通ってたんで寂しいなと思って、なくなっちゃうんだなと思って寂しいですね。吉祥寺の顔の一つだった伊勢丹吉祥寺店、最終日の今日は閉店セールを行っていることもあって、たくさんのお客さんでにぎわっています。1971年に開業した吉祥寺店は、地元の中高年層を顧客基盤にして親しまれてきましたが、付近にある東急百貨店との競争や専門店の進出に押され、1996年度をピークに売り上げが低迷していました。その後も学生など若い顧客層の取り込みに苦戦し、2008年のリーマンショック後は売り上げが一段と落ち込み、店単体では赤字が続いていました。2ヶ月前から閉店セールを実施していて、最終日の日曜日は去年の日曜日のおよそ4倍の客でにぎわいました。長い間本当にありがとうございました。午後7時の閉店になっても客足は衰えず、閉店を惜しむ地元の客らで店の前はごった返しました。跡地には専門店の複合商業施設が入る予定です。ユニクロなどの台頭で専門店へ顧客が流れていて、百貨店業界では採算の取れない店舗の閉鎖が相次いでいます。